皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。本日は3月の13日土曜日、ここは神奈川県の横浜市横浜駅です。3月13日からダイヤ改正により185系が引退、特急踊り子号はすべて E257 系に統一されました。今回は初日といっても、まあ踊り子号というのは2020年1年前からですね、一応デビューはしておりましたけれども、一応ね、統一されてから、初めて踊り子号に乗って、とりあえず横浜から東京を目指します。乗車するのはですね、グリーン車です。なんでこのグリーン車にしたのかは、ちょっとたまたまグリーン車に乗れたから乗ったっていうだけなんですけれども、まあ今回はね、特に意味はなく、ちょっと都内に行く用事はありますけれども、何か面白いのないかなと思ってたら、たまたま特急踊り子行ったので、まあグリーン車にしたっていうだけです。今回のダイヤ改正から一体何が変わったのかということを、お話しいたします。もともと2020年から、E257 系はデビューしましたけれども、今回は統一されました。で、何が違うのかというと、まずは自由席の廃止です。自由席が廃止されて、全車が指定席となってしまいました。ちなみにこのグリーン車なんですけれども、幅は狭いんですよこれ。だいたいグリーン車というのは横幅も広くてね、余るぐらいに広いものだったんですけれども、なんか E257 系のね、車両はね、なんかあまり広くないんですよね。で、これですね、3月13日の何が変わったかというところなんですが、全車指定席、先ほどもお話ししました。520円だったのが最安760円にまで値上げしてしまった、まあそういったところが大きな、点かなと思います。しかしですね、キネットチケットレスサービスを利用すればですね、300円オフ、760円が460円というね、自由席券よりも安い値段を9月30日まで、実施しているということで、これはね、使わないと損ですね。ちなみにグリーン車は、対象外です。そう、今回グリーン車乗ってますけども、全くと思って、関係ないです。ということで、列車は川崎駅を出発です。この特急踊り子号はもともと185系だったんじゃないかなと思います。多分ですけど、僕の記憶違いではなければですね、E257 系の車両ってダイヤ改正前までは川崎に停車する便ってなかったんじゃないかなと思います。列車は間もなく多摩川を渡り、東京都に入ります。この日は大雨だったんですよね、ダイヤ改正初日。いや、確か去年のね、ダイヤ改正も同じ大雨でした。そしてですね、今回からの、ダイヤ改正でもう一つ変わったポイントといえば、 E257 系に統一されたということで、修善寺行きの特急踊り子号も E257 系になりました。あ、これね、ちょうどね、前日湘南ライナー の最終電車乗ってきたんですけど、ラストラン、その時に買った185系のペットボトルとちょっと並べてみました。もともと中央線で使われていた E257 系0番台というのを、2000番台として、運行しておりまして、そしてさらには2500番台というのも追加され、その2500番台はもともと房総半島で、まあ今でも走ってますけれども、房総半島で走る、500番台を使用したものとなります。
列車は砂川駅を出発です。東京駅まではあとわずかです。グリーン車に乗っているのも本当にあっという間でした。まあ横浜駅からでしたからね、まあそれはあっという間なんですけれども、グリーン車もね別に悪くはないですよ。なかなか快適です。ただやっぱり座席周りがもうちょっと広ければなぁとは思いましたけれどもね。2020年3月14日、この日も大雨でした。その日にこの駅、高輪ゲートウェイ駅が、開業。それからちょうど1年が経ちました。1年が経ってもまだ周りにはね、建物らしい建物はあまり建っていないんですけれども、まあもう2、3年はかかるんじゃないかなと思います。ツイッターで回ってきたんですけれども、E257 系で雨漏りがしたということで、雑な改造じゃねえかこの野郎みたいに、この野郎とは言ってないんですけど、まあなんかそんなような感じですが流れてきたんですけれども、まあしょうがないですよね。E257 系って中央線時代からね、使われたやつをね、改造してるんですが、まあかなり魔改造というか雑な改造をしていってですね、なんかところどころ傷も多かったりと、なんかあまりにも手抜き感がすごいと言われておりまして、ついには雨漏りもしてしまったかと、まあもうちょっと改良してほしかったなとは思いました。ということで列車は東京駅に到着、終点の東京です。E257 系の修善寺行きもデビューしたということで、それも乗ってみたいなと思います。ということで今回は横浜から東京までの短い区間でしたが、特急踊り子 E257 系のグリーン車に乗車してみたということでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。